準備はいいですね。とりあえず私もパーペキだよ。では皆さんいいみたいですね。あとつくも様ですが、つくも様用に私が作りました。どうぞ抜いてください。前から考えていた材質を用いて加工法を工夫してみたのです。成功したのはその一振りだけでしたけど、ちょっと見せて。待って、これアイセラミックじゃない。陶磁器を作る技術とガラス細工を作る技術が組み合わされて開発された鉄に代わる新素材のことよ。強度は鋼の3倍以上、加工次第ではダイヤモンドにも匹敵するわ。意味わかってる？ハイセラミックの理論が発見されたのは20世紀後半、最初の生成が成功したのは22世紀に入ってから。この時代にそんなのあるはずがない。おかしいよ、あの子。あの子、何者？
いりませんでしたか。実は強い味方が一人ついてきてくれることになりました。来てくださいってお願いしたら、余計なことは言うな。おかげさまでな。サチカの薬でもう傷は塞がった。女王、間違いだったとは思わない。私は私の信念でお前に刃を向けた。つく様、黙っておれ。お前を自分の考えで殺そうとしたことは事実だ。だから理由はどうであれ、お前の手で裁かれるのは当然のこと。だが、私は自分の国を、そこに住まう人を守るために生きてきた。多分今のお前と同じように、婿の民を守ることが私の、隼人ではなく一つの国の戦巫女としての義務だと思う。だから今回は手伝いたい。
それが理由ですか？そうだ。だから違います。幸か。つく様が同行する理由はそんなんじゃありません。つく様は今回私の話で。心配だとか言ってついてくるのです。違うぞ。断じて違う。私はそんな横島な気持ちで言ったんじゃないぞ。あくまでだな。バラしてるようなもんじゃん。ほんとモテモテね、つくもくん。わかりました。つくよみ様、理由はどうあれ協力感謝いたします。お前も話を聞け、イザナミ。とりあえずあなた様の罪状について私はしばらくの間忘れます。それでよろしいですか？ああ、わかった。私も今は泉とか隼人のことは考えないようにしよう。の通りです。今よりここにおわす方は泉の大切な客人。今後この方に無礼がないよう接するように。いいですね？はは。感謝する。思いは同じなんですよね。そうかもしれないな。隼人もいつかは泉と。なんでお前が号令をかけるんだ。大体な、遊びで行くんじゃないんだぞ。なんだその虫取り網と虫かごは。あ、遊びだなんてひどいです。
が必要になったらどこでも材料を捕まえることができるようにと思ってなのに。いい加減虫以外で薬を調合する方法を考えたらどうだ。腕は確かなのは認めるが、患者の精神衛生にとってはとても大事なことだと思うぞ。例えばつく様のこの肩の傷の薬とか。言うな、喋るな。一言でも漏らしたらオロチの前にお前を退治してやる。呼ぶな、ポンポコ娘。切られたいのか。大丈夫？ん？なんかこの世の終わりみたいな顔してるし。そうね。あ、暗くなるよりはいいけどね。してないから私のそばから離れないでよ。つくもは私の。私の愉快なパートナーなんだから。ひどすぎるな。生き地獄のようだ。
村を抜けようとした家族ですよ。ここに住まう者、何人たりとも土地を離れることはできませんぬ。もし出て行く者が神の怒りに触れれば、この地に残された村の者すべてに災いがもたらされますゆえ。見せしめです。でなければ、運命を逃れようとする者が後を絶ちませぬ。つくも様、とりあえずここに来るまでに周りの地形、特に山並みを観察してみました。さすが女王陛下ね。私も同じ考えよ。ですか？つまりね、説明するよりもこれを見て。さっき来るときに小型衛星飛ばして撮影しておいたの。やっぱり正確な情報が必要でしょ。
雲以外みんな女の子なんだから。ちなみにこの後寝るのはもちろんそこだからね。ダメ、問題が起こってからじゃ手遅れなんだから、ちゃんとわきまえなさい。私は気にしませんが。問題って何ですか？今さら遠慮する中でもないしな。よく見ていいのは地図だけだからね。それはともかく、イザナミ、続けて。あ、はい。まず、このヤマタの位置ですが、思った通りに周囲を山に囲まれていることもあって、ひときわ周辺の村よりも低い場所にあります。そして現在この村に流れて水路の源となっているこの川、これはいくつかの山から流れる小川が起源になっています。その水を集めて運ぶ谷は大小合わせて合計8つ。そしてこれらはある一点の場所で合流します。その場所が村の奥にあるこの竜神の滝、そういうことだな。今から説明するわ。つまりヤマタノオロチの正体が分かったってことなの。本当ですか？あんたら本当同じレベルね。